クリスマスイブの12月24日、子供からお年寄りまでおよそ20人のサンタクロースが宿浦に住む一人暮らしの高齢者宅を訪れ、クリスマスケーキをプレゼントしました。この取り組みは一人暮らしの高齢者を元気づけようと宿浦で毎年行われているものです。この日は地域住民や地元の子どもたちなどがサンタの衣装を身にまとい、68人の高齢者にクリスマスケーキを手渡しました。サンタたちはメリークリスマスと言いながらケーキを渡し、帰り際には良いお年をと元気よく声をかけていました。はい、はい、ありがとう、はい、江戸市迎えてえな、はい、ありがとうございます。まあ、またどこの会や、なあ、さっさと、あ、優しいな、まあ、ありがとうな、ありがとう、ご苦労さんやな、うん、はい、ありがとう、これ、ね、誰がもめておいとった、はい、ありがとうな、はい、まともないようにな、はい、ありがとうございます。はい、年迎えていな。はい、ありがとうございます。はい、私もありがとうございます。でも写真撮っていい？毎年ご苦労さんです、うん。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい。上手じゃな、やっぱりお姉ちゃんやな。ありがとうな。はい。嬉しいです。いつもまあ、まさやさんにいただいて本当にありがとうございます。今年はまあコロナで大変やってくれ、来年いい年を迎えさせてもらいますように。あ、とても嬉しいです。いつまでも長生きしたいと思います。